楽器を交換30日間目指すはプロ練習頑張るホルンテッツ21日目始まるよ。21日目ついに始まった。もう3分の1、あれいつの間にさ21回目なんだ。そうちょっと早いです。なんか3分の1終わったねみたいな時から記憶なくなってるんですけど。確かにわかります。めっちゃわかる。真ん中のトークが何してたっけみたいな。めっちゃわかる。あの練習、今日確認したいのが、あの前にやったのをいくつか確認したくて、1個目はもう跳躍、昨日やった跳躍の練習と、もう1個はどれ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 どの確認をしたいのと、ちょっとそれまずやっていきましょうか。はい、跳躍、そうですね、昨日やった跳躍見せていただけたら。聞いて気になったんですけど、演奏中に口の中の息の位置変わってません？息の多く占める位置。見た目上、上を吹いてる時に上の方に重心が来て、息の下の音入った時に多分下の付け根をかなりしっかり下げてることで下の方に息が下がっているように見えるんですけど、もしかしたらそれによって結構ここが揺れているので、その力が入ってるというよりは息の抵抗を受けてそのほっぺたが動いているような印象があったので、もしかしたらそれでアンブシャのその響きの位置が若干ずれたりとか振動が止まりやすい傾向が出てるんじゃないかなと思うんですけど、吹いててどうですか？なんか心当たりありません？あります。あります。あります。言われてみるとすごくあります。今吹いてるのを見てみる、多分後で見返してもらったりとかするとかなり見た目上わかります、それが。あ、その通りだ。なので、まあ、下に下げること自体がその下に行くときに上重心で下に拾いに行くこと自体が悪いわけではなくて、おそらくだけどいいことではあるんですけど、口の中に息が溜まりすぎちゃってるんですよ。はい。で、それもすごい悪いわけじゃないけど、やっぱり口の中に息がたくさんあると、このほっぺたが引っ張られちゃって、そのアパチュアが広がってしまう可能性があるのと、あとはその口の中に息がたくさん入るのはできればハイトーンだけにしたいんですよね。はい。その普通に今こうやって喋ってる時にフォーフォーフォーみたいな感じのテンションになっちゃってるから、普通にこうやって喋ってる時はおはようございます、もう何もないというか、口の中にはもう舌の上になんか小さなこう声みたいなのがトンって乗って、それをコントロールしてるぐらいの一口のこう一口の小さな水をピュッて出すぐらいの気持ち、喋ってるのの延長線でできる限り出したい。はい、そらせとせらそうやってみましょうか。うん、今は大丈夫です。上行形だけやってみましょうか。あ、どれもそうどうそう。今見てる感じ、まだ
まあ、見た目上の変化はあるんですけど、おそらく口の中の液の量は少し減ったんじゃないかなと思うので、まず一番最初に対策としてできるのは口の中の液の量を少し減らしてあげるっていうところと、本当に増やしてっていうふうに注意することが多いんですけど、おそらく多分液をたくさん使うことにホルンで慣れていることもあって、その分がアパチュアが狭くなってしっかりこう息の通り道でスピードを上げている分、口の中溜まりやすい傾向があるのかなって思うんですよ。なので、もう練習するときはできる限り、なんか楽器を吹くって思わないように、喋っている息の延長線で、リホレッスン中とかもよくやってるけど、こうやって喋ってるまま、でそのまま喋り始めるというか、息別に吸ってもいないし、演奏が終わったと吸うこともなく、普通に喋りに移行ができるので、ほとんど使っている今のエネルギーとトランペット吹いてるエネルギーが変わっていないんですよ、はい、でもちろんこうクラシックの曲特にそうだけど、エネルギーを込めて演奏するものももちろんあるんだけれども、やっぱりそれからは入っていけないんですよね。今しっかりその喋り言葉調で軽くこう鼻歌を歌うように音が出せる状態から息の量っていうものを増やしたり、ニュアンスをつけたりして、まあ、派手な感じを作っていくって感じになると思うので、できる限りその多分大きな課題としてはホルンとトランペットの息の量が違うっていうのが多分一番慣れなきゃいけないところなのかなって思うので、現状それが音色に出てすごく悪いわけじゃないけど、ミストーンが増えちゃうから気をつけようねっていうところになります。なのでそこはちょっと練習するときに念頭に置くように意識をしてみてください。はい、したらどれ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 やってみましょう。どれ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 、でも下に今稽古としては落ちてるので、ちょっとその今どれだからって、ちょっと気抜いて、ピボット下げたんじゃないかな。見ました。ファーって吹いてからどれどれど入りましょうか。上のファ。今どれどれってやってる時に、この辺若干動いてるんですよ。はい、そうすると、まあ、息のスピード変わってしまったりとかと、多分下げてるんだと思うので、下に下がった時にそうすると多分距離が出て、どれって吹こうとしたのが息のスピードここまでは良かったんだけど、最終的な出口がアパチュア広がって振動数が下がって死に落ちやすい可能性があるので、もうとにかく気持ちは、あ、ミュートつけとるよ。気づかなかった。あれ、でもさっきなんか吹いてたよね。はい、気づきませんでした、私も。全然、リホも気づかなかったです。そんなことってある？全然気づきませんでした。って思いました。今、初めて気づいた、リホのトランペットにと。ミュートがついてる。全然気づかなかった。びっくりした。やっぱちょっと口の中で、もう全部下で撮ってます。ほとんどリップトリルと同じぐらい。そうそうそう、今ねここ動いてないです。やっぱ動くとやっぱいろんなアクシデント起きやすくなるので、できる限りアンブシャ固定して、もう見た目上音がなくなったら音が出てるのか音が出てないのかっていうのが分からないようにするのがやっぱり理想的なの で今はちゃんとできてたのでこの方向でやってもらいたいのと、この練習自体かなりすごくシンプルな練習なんですけど、この息のコントロールがしっかりドレに上がった時にスピードを上げることができるようになっているっていうのがかなり重要で、というのもやっぱドレっていうところからミホソラシドって上のオクターブに行く時に対して吹き方を変えてしまったりとか、ドレの壁によってその後の調子が悪くなってしまうことってあるので、まずはこのドレっていうところのつなぎ目しっかりつないでスムーズに素早く動かしてあげられることで、その上の音域かなり出しやすくなっていくと思うので、ハイトーンのための練習だと思って、もうこれはもう本当にひたすらどれ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 、もうとにかく早く早くコントロールしていけるようにっていうのを意識して練習してみてください。はい、
新しいことは特にないんですけど、現状のキョムリさんの状況から意識した方がいいことってことはアドバイスできたと思うので、それを意識してちょっと今までの課題またさらってもらいつつ、明日またチロルの練習をしつつ今の感じを取り組んでいただけたら嬉しいです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。頑張ります。